どうもこんにちは、太郎です。今回はコメントでいただいていたガブリについてお話していきたいと思います。私自身ガブリ返しよくやるんですけど、基礎基本ということでガブってからバックに回るということをやっていきたいと思います。まず最初にガブった時に利き手に当たる相手の首の横に回している手を浅くするというのがねポイントになっていきます。反対の手は相手の脇を押さえて、相手の頭をマットに、おでこで相手のおでこをマットにつけるイメージ、つけさすイメージをして落とします。まず手を落としたら相手が上がってくるので、またそれを何度も繰り返します。起きて落として、起きて落としてをやっていると、相手の足がだんだん近づいてくるんですね。でその近づいてきた時に、僕だと右手を頭の上を通して反対の脇にキャッチしに行く。そしてそのキャッチした手を引き手で後ろに回る、バックを取りに行くというのが基本になっていきます。しっかりと相手をコントロールして、相手を崩した時にバックに回るのが一番成功率が高いと思います。他にも前から相手の後ろに回る方法があります。それは回りたい方と反対足に一つフェイントを入れてあげてから回りたい方向に回るとバックが取りやすくなります。左に回りたい場合は左に回りながら一回ステップで右の足をタッチしてから左に回ると、相手はその右に触られた足を反応してしまうのでバックが回りやすくなります。ガブリカの展開いろいろあると思うんですけど、まずはしっかりとガブってからバックに回るということを意識して取り組んでみてください。今回も動画のご視聴ありがとうございました。わからない技術や相談がありましたらコメント欄の方までよろしくお願いいたします。バイバイ。